いや、ウォン取ったか。でも、ウォンか。ウィンカーとトロ出してウォンか。まあ、セカンドね、アップグレードできたから、まあいいけど、二遊間の大物 FA 挑戦してほしかったな。いや、これやばいっしょ。ディポトさん、まだ間に合います。いやー、なんなんですか、これは。もうすぐウィンターミーティング、ここで大物 FA 選手の契約も徐々にまとまるんじゃないかと、ちょっと油断していたタイミングで、今日テキサスレンジャーズがとんでもない爆弾を落としていきましたよ。レンジャーズは今日メッツから FA となっていたジェイコブ・デグロームと5年総額1億8500万ドル、現在のレートにして約248億円の契約を結んだと正式に発表しました。各年の年俸は来期が3000万ドルで、2024年と2025年が4000万ドルずつ、2026年3800万ドル、2027年3700万ドルとなっていまして、6年目2028年の3700万ドルのオプションも行使されれば、総額は2億2200万ドルまで上がるとのことです。デグロームに関しては移籍先の噂や契約が近いなどの話はほとんど出ておらず、選手の移籍の第一歩をよく出す ESPN のジェフ・パッサン記者や、G アスレチックのケン・ローゼンタール記者など有力な記者がこの話を出したとほぼ同じタイミングで、レンジャーズから正式発表ありまして、球界騒然ですよ。昨年のオフもレンジャーズはシーガーやセミエンなどと大型契約を結び、積極補強に出ていましたが、今季は68勝94敗で AL 西地区4位。補強したとはいえ、事前の予想通り、まだまだ投手陣が課題という感じで、シーズン中にクリス・ウッドワード監督、編成トップのジョン・ダニエルズを解任し、再スタートを切る上で、レンジャーズのクリス・ヤング GM は今年のオフもペイロールの増額を明言、再び積極補強に出ることを宣言していました。なので今回のデグローム獲得はある種有言実行の補強であり、また事前の FA 予想でも一部ではデグロームのレンジャーズ移籍を予想する声もあったんですが、いざこうして実現するとちょっとね、なんてこったって感じですよ。マリナーズファンとしても AL 西地区にデグロームがやってきて頭を抱えているところであります。今回はそんなデグロームのレンジャーズ移籍について簡単にお話していこうかなと思います。はい、まずはデグロームというピッチャーですが、まあ輝かしいキャリアを歩んでますよね。2010年ドラフト9巡目指名、MLB デビューが26歳のシーズンの2014年と少し遅咲きの選手であるんですが、メッツ時代の2018年32先発、防御率 1.70、ウィンザボリプレイスメント 9.5、2019年も32先発、防御率 2.43 でウィンザボリプレイスメント 7.2、2年連続これでサイヤング賞を受賞しました。年々球速がアップし、先発投手ながら2021年には平均球速 99.2 マイルにまで到達と、世界最高峰のメジャーリーグながら一人別次元のピッチングを見せていましたよね。間違いなく惑星最高峰のピッチャーの一人です。ただそんなデグロームもここ2年間は怪我に悩まされており、昨年2021年は右腕前腕の張りを訴えてシーズン後半を棒に振ってしまいましたし、今季も右肩甲骨の炎症で開幕から IL に入り、初登板が8月にまでずれ込んでしまいました。そのためここ2年間の投球回数がわずかに156回3分の1で、また2020年はそもそも短縮シーズンだったということもあって、3年くらいフルシーズン投げれていない点はちょっと不安要素でありますよね。また今季は11先発で防御率 3.08 とデグローム比で投球内容が悪化しており、特にメッツが激しい地区優勝争いを繰り広げていた9月には、24日アスレチックス戦で4回5失点したように、再建中のチーム相手にも失点が目立ちました。投げれば1000球の活躍は見込めるものの、稼働の不安を抱える点や9月の投球内容が決して優れてはいなかった点、来季が35歳のシーズンと、マイナスな部分も含め市場にどう影響するか、個人的にはデグローム不在もある程度カバーできる選手層の厚いコンテンダーが、ラストピースとして短めかつ高めの契約をまとめるのかなと思っていたんですけれども、レンジャーズが5年総額1億8500万ドル。年数も金額もデグローム側からしたらおそらく申し分なく、これにマッチしようと考えたチームは多分いなかったんじゃないですかね。それくらいの好条件なんじゃないかと個人的には感じています。デグロームの獲得でレンジャーズはここ1年のスパンくらいで5人の選手にとてつもない額のコミットをしたことになりますよね。昨年オフにショートのコーリー・シーガーと10年総額3億2500万ドル、セカンドのマーカス・セミエンと7年総額1億7500万ドル、先発投手のジョン・グレイと4年総額5600万ドル、そして今年のオフは先発投手のマーティン・ペレスがチームからのクオリファイングオファーを受諾したため、来期の1年契約1965万ドル、さらに今日のデグロームの契約5年総額1億8500万ドル、これを合計すると7億6000万ドルを5人の選手にぶち込んだと。日本円にして1000億円超ですね。途方もないです。まあ、レンジャーズは他の主力選手がまだ年俸頂点の資格を持っていないか、あるいはナサニエル・ローのように持っていても頂点1年目で、ペイロールにだいぶ余裕を持たせてきたからこそこのようなド派手な補強が可能という側面もあるんですが、まあ気持ちのいいお金の使い方ではあります。
ただじゃあデグロームという選択がレンジャーズにとって果たして正しいのかは議論の余地があるのかなと思い、もちろん今のレンジャーズのローテーションであればデグロームは投げさえすれば間違いなくチームのエースではあるものの、当然近年彼を苦しめてきた怪我の不安はつきまとうと。昨年オフに打線を大幅に強化したレンジャーズですが、今季は投手陣がかなり足を引っ張り、先発陣に関してはイニング数が MLB24位、防御率も 4.63 で MLB25位、ファングラフ算出のウィンザボリプレイスメントで見てもあまり評価が変わらないので、イニングも食えないし内容も悪いと。4番手がデーン・ダニング、5番手がジェイク・オドリッチ、そこから先は少なくとも来季はジャック・ライターなど若手が出てくることに期待するしかない状況の先発陣のチームが、稼働に不安のあるエースに大金をはたいたのは果たしてどうなのかなとは思ってしまうんですよね。同じ金額で例えばクリス・バシットクラスを2枚取った方が強くて計算も立つんじゃないかなと素人は考えてしまうんですがね。ただデグロームで終わりではなく、ここからさらに先発陣のデプス、それこそバシットクラスを1枚確保するような動きに出るなら理解できますし、そうなったらなるほどこれは強いわと考えを改めるかもしれませんが、デグローム獲得後の動きも楽しみにしたいところです。一方でじゃあデグロームを取ったことが悪いとは全然思ってはいなくて、もちろんデグロームという選択が正しかったのかはともかくとして、レンジャーズのようなチームが積極的に補強に出ている点は歓迎すべきことだとは思います。エール西地区は永遠に強いアストロズに、今季久々にプレーオフに進んだマリナーズが力をつけている状況ということで、他の3チームにとってそれは決して望ましい状況ではないんですが、じゃあ待っていたらチャンスが来るかと言われるとおそらくそうでもないだろうと。永遠に強いドジャースがいるNL西地区なんかもいい例ですよね。上が落ちるのを待っていてもチャンスはなかなか来ない、だったら自分が攻めるしかないと積極補強に打って出ているのがレンジャーズで、ここから数年の間に上位進出を目指そうとしている姿勢自体は素晴らしいと思います。勝ちを目指すことがプロスポーツチームに本来求められる姿ですからね。デグロームに5年契約、確かに長いので不良再建になるリスクも当然高いとは思いますが、ヤング GM が思い描くような結果になるといいですし、AL 西地区の争いも面白くなってくるのではないでしょうか。というか全体的にまだそこまで目立った動きは多くはないオフシーズンですが、AL 西地区めちゃくちゃ積極的に動いてますね。完全に主役です。AL 西地区に来年戦国時代がやってくるのでしょうか。そろそろアストロズを脅かしたいところですがね。あとはデグロームがエール西地区に来たことで、エンゼルスの大谷選手やマイク・トラウトとの対決も増えそうで、惑星最高峰の投手と打者の対戦も、これは一野球ファンとしても見応えがありそうです。皆さんは今回のレンジャーズのデグローム獲得どう思いましたか？ぜひですね、皆さんのご意見なんかもコメント欄に残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。